のダンジョンに挑戦しますか？これでよろしいですか？それでは一緒に頑張りましょうね。あの子たちがロータスラビリンスを攻略したみたいですね。私は電脳体ですが、本人に劣っていると思ったことは一度もありませんよ。当たっちゃってるな。すべてを何でも壊してあげる。こういうのはどうですか？私の成長は止まりません。やったね。まだまだ成長するよ。まだまだ強くなるよ。いただきます。
切れるか。この戦いに切れるかしら。わしはオリジナル電脳体の二つ岩まみぞうじゃ。いやこのわしに目をつけるとは。お主なかなか見る目があるの。わしが手を貸せば百人力じゃ。大船に乗ったつもりでおるがよい。どのダンジョンに挑戦しますか？これでよろしいですか？わしの力が必要みたいじゃな。それでは一緒に頑張りましょうね。
わしの心配はいらんぞ。健康そのものじゃからな。すべてをシエルさせてあげる。やめろキラ、やったね。いくぞ、いい感じ。また一つ強くなったぜ。また一つ強くなったぜ。どの商品もおすすめだよ。ありがとうございました。どの商品もおすすめだよ。ありがとうございました。レベルアップだ、やったね。この子が
邪魔よ。はっ。根城にしている新聞記者です。あなたからは何か特別なものを感じます。ぜひ密着取材させてください。気がしませんか？そうか？私は何も感じないけど。気のせいじゃないか？そこです！うわあ！なんでバレたんだ？知らないわよ。姿も音も消えていたはずなのに。ちょっとまずいんじゃないかしら。そこにいるのは分かっています。おとなしく姿を現しなさい。バレちゃ仕方がない。あたいはクラウンピース、地獄の妖精さん。そしてこいつらは輝ける日の光、サニー静かなる月の光、ルナチャイルド。降り注ぐ星の光、スターサファイア。気のせいじゃなかったみたいだな。まさかこいつらが実装されていたとは。ああ、霧雨マリサ、お前裏切ったのか。ひどいよマリサさん。信じてたのに。控えめに言って最低だと思います。どういうことですかマリサさん。違う、誤解だ。っていうかサナエと一緒にいただけで裏切り者扱いとかおかしいだろ。全然おかしくないで。そいつは現実世界からやってきたプレイヤーなんだろ。ならオリジナル電脳体を奴隷のようにこき使う悪いやつじゃないか。お前ら何か勘違いして。つまりそいつに加担するお前は私たちの敵。
切り者だ。そうだそうだ、現実世界へ帰れ。バカバカって、最後のはただの悪口じゃないか。待ってください、私はあなたたちに何も。問答無用、やられる前にやるんだぜ。私たちの明るい未来のために。あなたの好きにはさせないよ。みんな頑張って。いや、お前も戦えよ。ツッコミ入れている場合じゃないですよ、マリサさん。来ます。自信があります。もうダメだ、おしまいだ。わわわわわ、まるで流れ星のような人生だったわ。やめてくれませんか。これじゃあまるで私たちが極悪人みたいじゃないですか。付きあり、サニー。
よう、頑張っているみたいじゃないか。あたいはオリジナル電脳隊の小野塚小町。せっかく会えたんだし、休憩がてら手を貸してやるよ。ああ、一言だけ言わせてくれ。あたいは頑張っている、頑張っているんだ。だから少しくらい休憩しても罰は当たらないと思うんだよ。